久保さん電話をしただけで稼げるビジネス。電話をしただけで、あ、じゃあ違うな。電話、電話ビジネス。電話はちょっとタイトルつけがたいですけども、要はですね、この前、あの、僕、3、4のね、買取業者と電話しましたっていう動画をアップしたんですよで。電話をしたぜ動画なんですよ。で、それが今700回ぐらい回ってるかな。多分ね、700ぐらい回ってるんですよ。 うん、まあずっとね、ちょっと伸びてるんですよね。ちょいちょい。あ、772。で、ちょっとね、アナリティクス見ると、こう伸びてるんですよ。で、あの、チャンネル登録も4人ぐらいありますね、久保さん。<laughs> 電話をしましたと。買い取り業者さんと電話をしましたっていう <laughs>。これ、チャンネル登録4人あるな。<laughs> どうですか、電話をしましたという、別その、なんか、スクショ動画です。<laughs> 電話したぜっていう。 すすごいですよね、これね電話したぜってあこれ久保さん100円ぐらい稼いでおりますね <laughs> 久保さん100円ぐらい今見ると1.37ドル稼いでくれてますよこれ推定電話をしましたっていう <laughs> 何なんですかね <laughs> またねあの電話するんでまた電話しましたっていうねこれこれこうちょっと回るんで電話なんかね担当者が変わるっぽくてなんかあの また電話します。なんか、昨日なんかばよ夜ね、電話着,着信の履歴があって。そう。昨日何時だ、これ。昨日のね、多分21時ぐらいかな、これ。あったんですけど。そううん、まあ、ちょっと、あれですね。あの、また電話しました。新しい担当者しちゃったっ。 何なんすかね、黒さん、うんそうそう。うん。お世話になります。買い取りの打ち合わせに関しまして、担当のまるから携帯に一度ご挨拶を改めて連絡するようにしましたが、お忙しいのか申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。と。まるです。お世話になります。えー、車見せていただけんで、お手数の際ご連絡くださいと。なんか、あれですね。ショートメールが入ってました。 うんな感じでございますよだからなんかまあこれを信じなくてもいいんですよまあ久保さんもね、まあ、いろいろ動画撮ってきてるんで別に僕の話は信じてくれると思いますけどまあでもこれ700回ぐらい770再生はまあ実際その誰が見ても見れると思うんですけどまあこのアナリティクスは僕しか見れないからね、まあ、信じるか信じないかあなた次第ですよ だ,んだ,だから結局そ何でも変えられるんですよ。アクセスにね。だからありがたいですよね。だからその Z4 に関しても、要は Z4 の動画少ないんですよ。現行の。やっぱ人気はね、昔のやっぱ、あのモデル前のやつが結構人気なんですけど、あれもね、モデル前の、今モデルチェンジしちゃったんですけど、モデル前の車ってまだね、値下がっあんまりね、中古価格高いんですよ。200万、300万とか。まあまあね、高落ちてないんですよ。 結構人気で。逆に今の車種の方が、今モデルチェンジした今のやつがあんま人気ないかもしれないですね。昔に比べると。うん。形が。うん、だけど僕、Z4 のその今の形の動画が少ないので、あ、これもいっぱい動画撮れるなと思って。うん。<laughs> ね。BM の Z4 で検索したら、まあ僕の動画がいっぱい出てくるようになります。そのうち。<laughs> Z4。 Z4 ねいろいろ見たんですけど少ないんで、うんまあ、そ,そもそもその車持ってる人で YouTube やってる人がそんな少ないっていのもありますけどねそもそも論として要は車をそういう風に使うっていうね発想の仕方する人があんまりいないんですよ、うん、だから、まあ、まあこの発想があってこれを実行できる僕と久保さんはまあ何でもできるよねって話ですね だからまあ全てをアクセスに変えられる全てを金に変えられるっていうねだ結局そのなんか一般的に見ると車は車を買うっていうのはなんだろうなまあ僕もね最初からこういう考え方じゃなかったですけどまあ一般的にはその車を買うっていうのは贅沢だったりとか浪費だったりとかあまあ実際保険だったり税金がかかるんでねあのー あとメンテナンス費用とかもかかるんで実際お金はかかるんだけども結局使い方次第でね例えば僕あの今回 BM の,の560万ぐらいだったかな570万かだったんですけどじゃあこれね例えばそれ Z4 経由でもし仮にその動画で集客をして Z4 経由じゃなくてもいいんだけどもまあそのまあ集客したとしてまあ30万円の商品をね10人言ったらもう300万円ですよ。 で30万円の商品を20人に売ったらもう600万円なんですよ。<laughs> って話して。だから、仮にその車経由でね、今チャンネル登録もね、そのさっきの4人ありますけども、まあ僕の商品もし買ってくれて、それ20人現れたらもう回収ですよ。ってか、利益出ますからね、もう、もはや。って話して。まあ僕はまあ商品も売ってるんで、まあその広告収入だったらそのビビたるもんですけど、まあコンテンツが売れれば、って話ですね。うん。 まあまあ、使い方次第ですね当にっていう考え方ができない人は多分車を買うことにビビるでしょうね、うん、要は車からそのお金を生み出せない要は車を買ってもお金が出てくだけっていうねもちろん出てくんだけど入ってくる分もやればじゃあ出てく入ってくじゃあ入ってくのが多ければ別にいいわけじゃないですか結論言うとまあ終と出資のこのバランス感覚ですからあとはそれをどう使いこなすかですよね だからまあ一般の人は、まあ、これ言っても信じないしやらんから、まあまあ、勝てるんですけどありがとうございます電話しただけで,でまたまた買い取業者と電話しましたっていう、ね、<laughs> データもあるんで、ね、これいけ <laughs> いってらっしゃい